演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのフルーツミューズリー、チョコ&ナッツグラノーラと、先日残ってしまったこちらのチョコミルクシリアルに、こちらのファミリーマートコレクション飲むヨーグルトをかけて食べたいと思います。普通に牛乳飲んでもいいんですけど、ちょっとそれだと面白くないかなと思って飲むヨーグルトにして、今回どれからいこうか。まずはこちら、チョコとヘーゼルナッツのグラノーラからいきますね。これちょっと口を、チョコというだけあって、めっちゃ色ですね。濃厚そうだ。では、そして飲むヨーグルト。そぎます。ちょっと入れすぎかな。まあいいか。ではいい感じになりましたね。ではいただきます。シリアルでこのチョコレートの濃厚さすごい。フルーツは酸味もすごい。そしてもう一つのチョコレートはザクザク食感、この形がすごいってすごいしか言ってないじゃないかよ。でもどれも美味しい。今回食べた3種のシリアルはいずれも食感をかなり楽しむタイプのシリアルでしたね。いずれも硬かったですね。なのでちょっと顎が疲れそうになりました。で、最初に食べたこのチョコとヘーゼルナッツのグラノーラはチョコレートの歯ごたえもあって、しかもヘーゼルナッツの噛み応えもあり、シリアル自体もまた噛み応えがあるので、とにかく噛んでいくうちにチョコレートの甘さが広がってきて美味しかったです。チョコシリアルの中で今まで食べてきたチョコシリアルの中で一番好きかもしれないですね、この味。というわけでこちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらのチョコシリアルはなんか板状のシリアルで、なんか自分はこういうの初めて食べるんですけど、結構あると思うんですよね。こういうちょっとザクザクとした食感が、いわゆる薄いフレーク状のシリアルとはまた違った食感が楽しめて美味しかったです。ただチョコレートはさっきのやつの方がすごいかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらフルーツミューズリーはドライフルーツの甘酸っぱさがシリアルの硬さとうまく合わさって、どちらも噛むタイプなので噛むたびに甘酸っぱさが広がってきましたね。ただこちらもシリアルはかなり硬くて顎が疲れましたが、甘酸っぱさを楽しみたいならこちらの方がいいので、こちらの点数とさせていただきます。そして今回食べたこちらのファミリーマートコレクション飲むヨーグルト、これはまあ普通に美味しいヨーグルトでしたが、ちょっと甘っぽい食べかったかなという気もしましたね。無糖ヨーグルトの方がシリアルにつけるのはいいかもしれません。というわけでこちらのヨーグルトについてはこちらの点数とさせていただきます。で、はい、どのシリアルもしっかり歯応えがあるので満足感がありますね。ちょっとお腹が苦しいかも。カゲロウが穴に見えるほどまばゆき、穴の中の光は一時になるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。